rocket. So don't get confused. It is not a reactor. It is only cooling tower. By the way, on the island, we call this part island. It is completely man-made.ちなみにこの動画は前回前々回の続きになっているので、はい、なのでね、前回前々回の動画を最初に見てからこの動画を見ていただけるとより楽しめるかなと思います。今ガイガーカウンターの値が 0.83 マイクロシーベルトですね。なので入り口の8倍ぐらいの数値は出てます。でなんで高いかっていうと、今ちょうどねチェルノブイリの原発事故が起きた4号機、それが見えてる位置まで来てます。そう、だから行き来もない。このね、奥にあるドームみたいなのに囲われてるのが実際にチェルノブイリで原発事故が起きて屋根が吹っ飛んだ4号機になります。今ね、このようにまあ土に近づければ近づけるほど放射線量っていうのは今 1.01、まあ、1.0 マイクロシーベルト超えたんだけど、土に近づければ近づけるほど値は高くなっていきます。まあ、ガイドさんに言われたんだけど、ここからまあさらにね近くまで行くんですけど、近くはね写真とかビデオの撮影が基本的には禁止になってます。っていうのはセキュリティ上の理由によって、まあ、法律でね写真撮影が禁止されてるってことなので、ちょっとどこまで撮れるか分かんないんですけど、ちゃんと撮れるのはここがラストということに言われました。こっちもね建物が、まあ、廃墟となってるんですけど、建物が周りに大きな建物がいっぱいありますね。じゃあバスに乗ってより近くまで行きますか。 Never ceased, so that's why they managed to launch each nuclear reactor only in 2 years. Price eventually that we will learn with youやば。バスの中なんだけど、5とか6とか7マイクロシーベルトまで上がってます。ちょっと恐怖を覚えますね。About these guys, they came exactly from this unit. About 9 on your left. That's a pretty good angle, and you can see unit number 3.ちょうど今ね4号機の一番近いところまで来ました。でちょっと制約上ね、この角度でしか動画は撮れません。この角度より左とか右に行ったりすると警察とかが見てるので注意されて捕まるのか怒られるのか分かんないですけど、なのでこの角度しか撮れません。実際にでもね、周りにはいろんな巨大な施設があります。冷却システムだったりコンクリートのビルだったり、ちょっと詳しいことは専門家じゃないんで分かんないんですけど、施設がどんどんバカバカ立ってます。ただ残念ながら取れません。だから意外と今数値は 0.64 マイクロシーベルトですね。人間は大丈夫だよ、より2倍ぐらい。ちなみに人間が大丈夫だよっていう基準は 0.3 マイクロシーベルトらしいです。これがね当時動いていた時の写真です。今はこんな感じ、カバーで覆われてます。ワンちゃんもいますね。ただこのワンちゃんは原発事故でここが危険なところだよってのは分かってないよね。知らないことの方が幸せだったりするのかもしれないです。はい、ちょっと今ねガイドさんに教えてもらったことを共有しようと思います。チェルノブイリの4号機が爆発をして事故を起こした当時、ここの周辺の放射線濃度は3ミリオンマイクロシーベルト、300万マイクロシーベルトです。今は1以下だ。そう、今はもう1以下なんだけど、当時は300万から600万マイクロシーベルトっていう非常に高い値が、その環境下にいると人は15分で死に至るそうです。ただ事故を起こした当時、事故を最小限に収めるために多くの人が復旧活動にバスでここまで来て、バスから降りて走って1分ぐらい仕事して、でまたバスに走って戻ってきてっていうように1分の間に作業を繰り返すっていうシフト制で、エンジニアの人だったり軍隊の人が総勢10万人ですね。
シフト制で働いて復旧活動をしていたと。ちょうど今からランチタイムです。ランチタイムで建物の中に入るんですけど、放射線濃度を測ってセーフだったら中に入れてご飯が食べれます。なので今一人ずつ並んでね、放射線濃度を測ってます。あれでアウトにならないことを願いましょう。アウトになったらどうなるんだろうね。どっか秘密の場所に連れてかれるのかな。ここから出れなくなっちゃう可能性もあるよね、普通に。ただここを脱いでコンタミネーションシャワーを浴びて。そうだね、えらいことになりますね。意味ないよ。レナもチェックです。早っ、ちゃんと見てないでしょ。はい、無事ねゲート突破できたんで、今からご飯食べます。ちなみに食堂内の放射線濃度 0.18 マイクロシーベルトです。なので相当低いです。あの入り口と同じぐらい、まあ、建物の中だし、もちろんここで出されている食事はチェルノブイリの危険エリアの外から持ち込んだ料理ですって言われてないけど、そう信じたい。めっちゃこぼれそうなんだ。はい、よいしょ。はい、ということで今ね、お昼ご飯をもらいました。簡単にちょっと説明をすると、この赤いやつ、これボルシチです。ウクライナ発祥の、まあ、ウクライナの国民の料理ね、ボルシチ。でサラダとパスタの茹でたやつと、これチキンです。で、多分チーズを焦がしたパン。ざっとね、ボリューミーな感じ。というわけで、いただきます。レナが心配性なんで、ご飯を測ってます。0.16 マイクロシーベルト。変わらず。野菜とか調べた方がいいね。0.16 マイクロシーベルト。はい、ということで安全が確保できたんで食べます。まあもちろんね、外から持ち込んでるんで安全です。で、ちなみにここのねチェルノブイリの中で働いてる人はここの食堂で基本的にはみんなご飯を食べてます。約3000人が今でも働いているそうです。美味しいですか？まずいみたいです。レナはちょっとねメニューが違って、このねこれ何なのか分かんない、ご飯かなかなと思ったらかな。はい、ということで総じてランチはね、まあ普通の味ということでいただきます。はい、やってしまいました。最悪です。分かるかな。はい、おしっこを漏らした。マジでみんなね、みんなに笑われます。これ笑われてます。そうだよ。何をやったの？うわーって腐った、おしっこが減ったということで、わかりました。はい、やばくない？おしっこのが減った。いや、しかしいんですか。おしっこが減った。まあ上がね、濡れてくれてるからちょっとなんか事故しちゃったんかなって思われるけど、下だけだったらマジでやばかったね。ということで、おしっこも漏らしてないですよ。ダダダダダダ、水がね、バシャってかかっただけです。手洗う時におしっこもダダダダダダ。はい、ということでね、今お腹いっぱいになって、まあ、美味しくはなかったですね。まあでもね、お腹を膨らませることはできたので、この後ついにね、チェルノブイリの町に行きます。まあ、もちろん人も住んでなくてゴーストタウン化してしまった廃墟なんだけど、ゴーストタウンを見に行きます。ということで楽しみです。マジでおしっこやん。そう、みんな見られてる。もうこの今横に来るのも見られてるもん。恥ずかしい。ノッピー、ノッピー。恥ずかしいよ。原発の中心から4キロしか離れてない町で、当時は飛び込み用のプールだね。そこに飛び込み台があって、すごいね、多分誰にも使われなかった悲しい歴史を持つ遊園地だね。 17.19 17.54 嘘だ。